はい、はい、カウンセリングね、うん、今日はなんか心配事があるみたいでね、最近はカウンセラーとしてね、福山さんカウンセラーとしての、うん、まあカウンセリングが多かったんですけど、今日はまあ純粋に2つ相談あって、1つはもう純粋に僕のクライアントさんとしてね、はい、だから緊張しなくていいですから、僕に任しとけばいいですから、はい、で後半のそれが終わって30分が終わって、うん、もう一つの方はちょっとスイッチ切り替えてもらって、はい、カウンセラーとしてっていう風に、ちょっと難しいかもしれませんけど、これも練習としてね、うんうん、じゃあ緊張しなくていいですから、もう昔のように、うん、というか、まあ、昔というか去年までのように、はい、普通に相談してください、うん、何か、うん、どうぞ。今日はここね、うん、私ちょっと前に、うん、ちょっとね、うん、自分で勝手に 家の車庫でね、うん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 、ちょっと後ろぶつけて、うん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 、でまあ車直しに、うんうん、行く、今日も行くんですけどね、うんうんうん、そうすると、うんうん、まあ、うん、直すのにまあ14万ほどかかるって車屋さんに言われて、あ、なるほど、ほんでまあ先生ちょっと車両保険ね入ってるんでね、もう使いこうかどうしようかなって思って、まあその車屋さんにも聞いたら、まあなんか20万までぐらいやったらもう使わん方がいいでしょうとか、まあ保険料がね後々高くなってくるからとか言われたんですよね。ほんでまあね、保険屋さんにもまだちゃんと確認はとどれぐらいかかるか、おりね、使えるかとか全然調べてないんで。なるほどね。でも、うん、先生はどういうふうに考えてるかなって、うんうん、あ、なるほどね、うんうん、はいはい、じゃあまずまあ、この具体的なことは、まあ、このカウンセリングの前にね、うん、ここ最近ちょっと僕の目から見て少し情緒不安定なんで、うん、まあ、以前もまあなんていうか、まあ、僕の記憶によると、まあ、全部が全部確かな記憶はないんですけど、まあ、春とか夏のこの、まあ、言えば春夏の季節にね、うん、まあ、今までだったら、まあ、今回事故で、うん、この以前もなんかこう事故みたいな、ぶつけたみたいなそして、僕が覚えてるのはスピード違反、それと、なんか信号無視で、これ多分この3、4年ぐらい多分立て続けだと思うんですよね、うんうん、で、まあ、以前も、うん、この、まあ、春夏に関してですよね、うん、ちょっと昔も去年までも何回かカウンセリングはしたことあるんですよね、うんうん、で、まあ、僕はちょっとそれじゃないのかなと思ってちょっと話したんですけど、うん、やっぱりちょっとほら少し自分の中でも、うん、ちょっと情緒不安定かなっていう部分はやっぱり少しは感じているところはあるんですか。僕に言われるまではちょっと気づかなかったですかね。うん、そうね、うん、あんまり気づいてはないんだけど、うんうん、なんかこう、うん、まあ、お店に、うん、ほら、そうスーパーやからお墓にね、うんうんうん、お掃除するのに、うんうんうん、まあ、花とかもいっぱいこのレジ、うんうん、私のとこでこう、うん、そういうふうに、うん、あ、お彼岸やなっていう、うん、おまんじゅうとかあんなも起き出すと、うん、あ、マットパッと見た、あ、お彼岸やって思って、うんうん、あ、私も行かなあかんなっていうのがこう来ますよね。でもそんなんとかは、まあ、ね、そうやな、うん、お隣さんもちょっとね、うん、そういうお母さんの関係知り合いの方やから、うんうん、まあ、その人がちょっとこうなんか言ってたり聞いてた、うんうん、なんかこうね、今回もなんかお世話になってるってなんか、うんうんうん、もう持ってきたでしょ、うんうんうん、そうすると、うん、あ、お日がなんかもうこれとそっちのやっぱりこのね、うんうん、やってたシューカルトの人やから、うん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 、ちょっと怖いよね、うんうん、もういつも、うんうん、家の電気ついとんだけで怖いよね、うんうん、それだけでもね、なるほど、そういうのがつながっていくと、うんうんうん、まあ、この車屋さんも、うんうん、ほんまに
まあ、弟の事故現場の、うんうんうん、まあ前の自動車屋さんやから、あそうなの、お橋の、ああなるほど、うん、ほんでなんでほんでそこで、まあ、うん、車検、うん、この前もそこで受けて、うん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 、今まではね違うとこ行っとってんけど、車検受けて、うん、まあ、どうもなかったんやけど、うん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 、やっぱりあの、うん、どないの、うん、まあ、別にそこの車屋さんが悪いとか、うん、ほんなんじゃないんですし、うん、ないんよね、うん、別に、うん、やけどなんかそこの近い近くで、うんうんうん、でもお墓ももうその近くなんですよ。あのこのお彼岸の時期とかお盆の時期ありますよね、うん、まあ、例えば去年までもあのカウンセリングしててね、うん、その僕のクライアントさんとしてカウンセリングしてて、うん、このお彼岸というのは、うん、あの僕と福山さんの中でね、うん、気をつけなきゃいけないことの一つにはなってたじゃないですか、うん、お盆とか、うんうん、ね、あの、まあ、お彼岸が近いじゃないですか、うん、ね、これお彼岸が近いからその自分で分からなくてもね、うん、私大丈夫かなっていうことは、うん、あの逆に思えなかったですかね、うん、大丈夫かなは思えなかった、うん、この、まあ、お彼岸が近づくじゃないですか、うん、このお彼岸が近づくということに関して、うん、例えば去年とか一昨年とかは、うん、私っておかしくなってたよな、カウンセリングも受けたよな、うん、また今年お彼岸だよな、うん、っていうことはこれ覚えとかないといけないですよね、うんうん、これ多分忘れ、まあ、怖いというか辛いことだから、うん、忘れてしまったんだと思うんですけど、これは、うん、まあ1回受けてるから、うん、なんかこの安心感、うん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 、もう大丈夫やなってみたいなのがあるんですよね、うん、なんか、うん、あのそれはね、うん、あのもったいないですよね、うん、あのカウンセリングを受けたら、うん、あの時にお彼岸だっていうが近づいてると情緒不安になる可能性が非常に高いということが、うん、去年のカウンセリングで分かったわけじゃないですか、うん、だったらあのカウンセリング受けたからもうその自分の不安がなくなるっていうことはないじゃないですか、うん、で今までなんでその春夏に少し情緒不安、少しかな、うん、僕から見たらだいぶだけど、うん、だいぶ情緒不安定になるのかっていうのが分からなかったから、うん、ますますあの不安だったわけだから、うん、それが あれ去年ですかね、一昨年か去年か一昨年にお彼岸でしょうということに2人の中でなったんですよね、うんうん、じゃ あ、 う、ね、あの第1部はここで終わっといて今後ね、はい、うん、あのどうしていけばいいのかっていうことを次話しますから、うんうん、じゃあ1部はここで終わっときましょう、はい、ありがとうございます。